今回紹介するのは Facebook 不屈の未来戦略という本です。Facebook のことはあまり知らないのですが、なんとなくイメージしていた IT 界で一発当てるみたいな野心的なものまんま映画ソーシャルネットワークからの連想かもしれないです。 とは違い、IT 技術を通してより良い世界を作るという使命を持って活動している様子がよくわかります。かなり内容も多岐にわたるので簡単に感想をまとめづらいですが、Facebook の過去、現在、未来が一冊にまとまっていて、 どういう目的を持って今何が足りなくてどうしていこうかということがわかるようになっています IT 業界の内幕などについて興味がある人には十分に楽しめる内容になっていると思います自分は楽しく読めました普段から Facebook を利用しているが日々使い勝手が変わっていっていることに気づいていたいいねボタンしかなかった頃 悲しいニュースをシェアした友達の投稿に何も反応ができなかった。でも今は「悲しいね」ボタンがあるメッセンジャーアプリができて Facebook 本体から切り離された時には使い勝手が変わるのが嫌でしばらくインストールしなかったが一度インストールしてみるとその使い勝手の良さに。 なんで早く導入しなかったんだろうと思ったほど書籍ではユーザー数19億人と謳っているが現時点で20億人を突破しているように Facebook の進化のスピードは半端ないそんな Facebook の日々の変化の裏側で何が起こっていたのかがこの本には書いてあるちなみに扱っている分野はニュースフィードの開発 Facebook 広告の導入 爆発的なグロース、Google+、懐かしい。がローンチされたときのこと、そして AR、VR による Facebook が見通す未来などなど多岐にわたり、それこそ、いいね、ボタンの拡張のことや、メッセンジャーなどのスタンダローンアプリのこと、インスタグラム買収の場面など読みながら、現実と重ね合わせてみると、だからなのね。 といいう発見が楽しいスタートアップでプロダクト開発をしている人などには一度立ち止まってこの本を読んでみると今そこでスタックしている部分のブレイクスルーが見つかるのかもしれないと思えた私などはそういった仕事とは無縁だがそれでも仕事に対する考え方として非常に共感するところがあったし こうでありたいと思った仕事がうまくいかなくて落ち込んだときにはまた読み返したいと思う以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします